対消滅は粒子と反粒子が衝突し、エネルギーが他の粒子に変換される現象である。耐生成の逆。例えば電子と非電子の衝突では、電子と非電子は、それぞれの静止エネルギーとそれらの持つ運動エネルギーの和に等しいエネルギーを持つ格子に変換され、ガンマ線として観測される。具体例としては、非常に精度の高い約511ケブのエネルギーを、 持つガンマ宣言として知られるナトリウムの放射性同位体 22NA がある。原子核が β 崩壊によって放出する非電子と原子核の周囲に存在する電子が対消滅し向子に変換される。対消滅では運動量が保存されるため大きな運動エネルギーを持たない電子と非電子の対消滅により変換された2つの格子は均等に 分配された静止エネルギーを持つことになる。展示で、似ている者同士が互いに消えることや友倒れを表す、スラングとしても使われる。主人公とそのライバルや、色違いキャラクターなど一見性反対に見えてもどこか、根幹で、同じ性質を持つ者同士が交わると起こりやすい。またフィクションの世界においては、グラディウスのビッグバイパーの動力源など、特別なエネルギーの権利として題材にされることもある。 図解雑学素粒子にマセトシフミ、夏目社。ありがとうございます。